知る世界は狭くて誰かの助け求める声聞こえぬふりして争うことで存在価値確かめては疑念を抱き違いを個性じゃなくて人を決めつけては突き放し人との関係は支配で結ばれてゆくものじゃなくて手と手をつなぎ声を聞くんだ彩る世界